メチレンブルーの測定で、溶存水素量がですね、どのくらいあるかを測ってみたいと思います。よいしょ。こちらにですね、黄色いところまでですね、6ミリリットルです。のところまで水素水を入れます。入れすぎたかな。ですね。それではメチレンブルーを垂らしていきまーす。まず一滴ですね。わ、瞬間的ですね。10滴まで一気にいきましょう。2、3、4、5、6、7、8、9、10と。1ppm。おお、消えましたね。余裕であります。11。12。12。どうでしょう。12。大丈夫ですね。13。すごいな。14。14。消えるか。お、ちょっと透明になってきた。お、透明になりましたね。15。どうでしょう。振っちゃいけないのかな、本当は。14ぐらいですかね。十分。すごい。